次の表においてあいうえおの値を求めましょうと、三角比の表ですね。でこれはねもう正直覚えといてくれって話なんですけど、もうだからもうパパパッと答え埋めて終了みたいなね、お話なんですけど、まあ、一応言うときますと、サインっていうのは、高さを表しますよと。まあまあちょっと待ってな、先にこれ書くか。単位円を書きます。半径が1の円のことね、単位円っていうのは。よいしょ、単位円、半径が1の円のことです。マイナス1、こっちマイナス1な、ここ0やな。まあこうやって書きますよ。単位なんじゃら言うたら、だいたい何かが1のことやわ。単位円ですね。で、まあこの円に対してですね、角度が用意スタート言うと、こっからスタートするのよな。真ん中に君らがいて、よいしょ、わー言うてな。その周りをですね、こうボールが回るわけですよ。ちょっと待って、失敗した。これ、こうした方がいいな。真ん中に君たちがこうやっているわけですよ。わー言うて。で、この周りにですね、この半径1メートルのところに、このボールがこうやって、こうぐる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 ってこうやって回るわけよね。こうやって。で、その時のこの回った角度の高さがサインなのよね。でででででって、例えばこうやってこう回りましたと。ここの角度が例えば、じゃあ30度だったとしましょう。これね。じゃあこの30度、回した時のここの高さ。これがサインっていうことね。ちなみにこれ1と0のちょうど真ん中取るんで、実はね。真ん中を取りますんで、ここ2分の1になるんですけど、これ2分の1っていうのが要はその時のサイン。つまり30度の時の高さはって書いてるわけよ。まあ、2分の1やで、みたいな。いや、サイン30度は2分の1だよ、みたいなね、ことが起こるわけです。いい。ちなみにそれに対してコサインっていうのはですね、ちょっとこの辺消しますよ。これ消したら全部消えへんか。まあ、とりあえずこれな。30度傾けた時のコサインっていうのは、この君たちからのこの直線距離の遠さ。てって。この距離。この距離のことです。ここ一体なんぼなんですかっていうことです。30度傾けた時のこの遠さっていうのは、2分のルート3っていう距離なんで。まあ、ルート3ってだいたい 1.7 やから、まあ、2分の 1.7。つまりなんぼ 0.8 とか、まあ、9とかその辺ですか。ね、だから1には行ってないけど、だいぶ1に近いところね、 0.8 とか 0.9 とかの間やから、まあそんな感じ。だからコサイン30度の時の、30度ボールを傾けた時の、その時の直線距離の遠さはって言うたら2分のルート3だよ、みたいな感じ。こういう風な感じで表してるのがコサインなのよ。で、今回はじゃあ、ちなみにタンジェントっていうのは傾きね。傾きってほら、何ですか、中学校1年生の頃にやったんやったっけ。例えば y=2x って言ったら、なんか こんな感じの直線ですか。こういう風な直線が書けねえな。この時の傾きが2やでみたいな、ね、この傾き加減、直線の傾き加減が2だよみたいなこと言ってました。この傾きのこと、これが、タンジェントになります。つまりこの今回で言ったら、30度傾けたよーの時のこの首のかしげ具合、かしげ度合いっていうのがタンジェントになります。ちなみにその時のかしげ具合、首の傾け具合っていうのが、ルート3分の1っていうね、ちょっとよくわからないですけどね、ちょうどねこれど真ん中45度ですか。ズドーンってこうって、この線とこの線のちょうど真ん中を取るとき、この時の傾きを1って呼ぶ、ね、この時の傾き1な。それよりもちっちゃいから、ちょっとまあルート3分の1みたいな。でそれよりも大きくなると、傾きルート3になったりします。ね、まあなんせそういうのがタンジェントってやつや。さて、で、今回はですね、120度の時の、サイン、コサイン、タンジェントを出してくれと。で、さっきも言ったけども、ここの値はね、全部覚えといてください。普通はね。パパって表が書けるようになっておいてね、いう話です。これは、詳しい話は、まあ、前回のやつでも言うてるんですか、129番でしたっけの動画のあたりで話をしておりますんで、そちらの方を一回ご覧くださいと。概要欄に載せておきますんでね、URL。そっちから飛んでください。まあ、なんせ120度の時のサインの値っていうのは、2分のルート3ってね、パッと覚えておいてほしいんです。コサインの値は2分の、マイナス2分の1だよね、みたいな。
タンジェントは、マイナスルート3だよねとかって覚えておいてほしいねんけど、まあ一応今回は、見せときますね。どういうことかと言うたら、まあ120度傾いたってことなんで、まあ大体こんなぐらいでしょう。もうちょっとかな、この辺かな、ね。これが120度の時。ここからな。ここから120度いったよってことな。この時。この時のサイン、まあ、つまり高さっていうのがここになんね。これが2分のルート3っていう場所。で、コサインは等差やな。てって。これちょうどこことここの真ん中になってるんです。うまいこと。ってことなんで、ここの値は、2分の1やねんけど、こっちマイナス方向やからな、こっち側は。こっちプラス方向な。なんで、ここマイナス2分の1だよっていうのが出ます。だから、この首のかしげ具合ですか？これが、マイナスルート3っていうのになってます。マイナス1がちょうどこのど真ん中な、ドーンってなってる。ということなんで、先ほど書いたように、ここの部分は、サインの値が2分のルート3、コサインの値が2分、マイナス2分の1、タンジェントの値がルート、マイナスルート3か、タンジェントがマイナスルート3というふうになります。はい、次。次は、35度って書いて、それは消えてほしくないね。こっち、違うよ。こっち、オッケー。次は135度の時、135度ってちょっとこの真ん中なのよ。こうね。もうちょっと気持ち上にしようかな。正味どうでもいいけどね、こうね。じゃあこの時の、サインとコサインとタンジェントや。サインっていうのは高さのことです。さっきよりもちょっとだけ低くなってますね。ここの値は2分のルート2ってなってます。等差は、てって、ここやねんけど、これってさ、うまいことこれ正方形になったんだよね、ここの四角形って。なので、当然ここの距離も同じく2分のルート2や。ただまあ、マイナス方向なんで、マイナス2分のルート2っていうふうに言います。で、タンジェントですけど、タンジェントはさっき言いましたね。ちょうどこの真ん中をズドーンって突っ切るような時の、首の傾き具合っていうのは1って言います。ただまあ、こっち右下下がってますんで、傾きはマイナス1かな。1はこっちな。ね、今のこっち側はマイナス1です。ということなんで、サイン135度は2分のルート2やし、コサインの値はマイナス2分のルート2やし、タンジェントの値はマイナス1だよということです。はい、その次行きまーす。次はですね、150度ですか ?150 度ってことは、まあ、これぐらいですかね。こんなところ。この時の、サイン、コサイン、タンジェントや。サインっていうのは高さですよね。てって。はい、ここの高さのことです。これちょうどうまいこと、ここの真ん中来てますんで。2分の1ってこと。コサインは、てって、この等差ね。ここの距離。これ2分のルート3やんけども、やっぱりさっき向いたみたいにこっち側やから、マイナス側ですね。なので、マイナス2分のルート3になります。で、この首のかしげ具合ですか？これが、マイナスルート3分の1ってなるわ。はい。ということで、2分の1のマイナス2分のルート3の最後がマイナスルート3分の1ですか？です。で最後のこの180度のところはもう全部値出てますけど、一応見せときますよ。こういうことだよっつうので。180度の時はこうな。じゃあその時の高さはほらそもそもないやん。ここやね。0やろ。だからちゃんとほらサインの値0になってます。で、コサイン、つまり等差やね。等差この距離のことや。この距離ほらここマイナス1って書いておからな。だからマイナス1だよってこと。で、今回ここにおった場合は首別に傾けてないですね。ってことなんで首の傾き具合は言ったら0ってことや。っていう感じ。まあ、一応今回、あいうえを答えましょうやから、まあ、ここと、ここと、これと、これと、これだけが一応答えやねんけど、A、B、C、D も全部一応書いてみました。ということで、こんな感じです。